クルブデポルティーボ、クルスアスルは、メキシコの首都メキシコシティに、本拠地を置く、サッカークラブである。なお、正式名称は、クルブデポルティーボソシアルイクルトラル、クルスアスルアソシアシオンである。1927年に、セメント製造会社、セメント、クルスアスルの労働者たちによって創設され、以来リーグ優勝8回を数える。北中米最強クラブを決めるコンカカーフ。 チャンピオンズカップを5回制覇。2001年のコパリベルタドーレスでは、メキシコのクラブとして初めて決勝まで勝ち上がるなど、北中米屈指の強豪クラブとして知られる。1969年と1997年にトレブルを達成している。所属選手に、新旧メキシコ代表選手を多数抱えるほか、アルゼンチンなど、南米列強国の代表選手もメンバーに名を連ねる。 クルス・アスルのライバルは、クルブ・アメリカ、CD ・グアダラ・ハラ、プーマス、CF ・パチューカである。クルブ・アメリカとの対戦は、クラシコ・ホベン、パチューカとの対戦は、クラシコ・イガル・ゲンセと呼ばれている。クルブ・アメリカ、CD ・グアダラ・ハラ、プーマス、クルス・アスルは、メキシコのビッグ4と呼ばれている。カミセタス・デロース・アニオス 90Y2000 第1部門での、最高の位置。 達成された最大の勝利中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。http://www.cruzazulfc.com/.index.php/.studio/.fich-a-info-r-m-a-t-i-v-a-hat リスタデフガドーレスレジストレードズ ENL アキポクルーズアスールデプリメーラディビジオンプロフェッショナルクルーズアスール FC 2018年6月19日閲覧ありがとうございます